今回ご紹介するのは、セイコーの自動巻き時計、セイコー 5SNXS79 です。1990年以降、製造 7S26-0480 の出巻き機能なし、デイデイトは英語とアラビア語表示です。5の土台機能、耐震装置、自動巻き、日付、曜日表示、生活防水が備わる実用機、5と数字を入れた縦型エンブレムが同コレクションの象徴です。以後、スポーツマチック5デラックス、5デラックスなどシリーズ展開され人気を博しました。本品は海外向けに製造されたモデルです。壊れにくく長持ちすることで世界的に定評のある長きにわたり使用されているムーブメント 7S26 を搭載しています。文字盤は放射仕上げのブラックカラー。夜光インデックスとバーハンドの組み合わせ。31にデイデイトが配された実用的な風防デザインです。SS ケースはリューズ収納型のすっきりとしたフォルム。裏蓋はシースルーのスクリューバック仕様です。バンドは、セイコー製 SS ブレスレットを装着しています。普段使いから、フォーマルまで幅広い場面で活躍できる、セイコーの一品です。ダイヤル、文字盤。特に目につく大きなダメージはありません。
文字、メモリのかすれ消えもありません。針、インデックスにサビなど出ていません。夜光も光ります。ケース、裏蓋。軽いすれ、小傷程度です。裏蓋はシースルー。刻印は鮮明です。大きなへこみなどもありません。風貌。特に大きな傷やスクラッチなどはありません。装着しての日常視認性も十分に保たれています。ブです。バックルに成功マークが確認できます。すぐに装着可能です。操作方法。ケース右サイド4時1にあるつまみがリューズです。手巻き機能はありません。自動巻きの時計ですが、針が止まっている場合などは時計本体を小中で十分に振り、針が動いていることを確認してご使用ください。ルーズを1段引いて回すとデイデイトがチェンジ。2段引いて回すと針が動いて時刻調整ができます。ハック、秒針停止機能はありません。付属品。社外箱。タグ。コマ3つ。取説コピーです。日差は24時間の実測で30秒以内に収まっています。実装時は多少の姿勢差はあるかと思います。
ラグ幅は 19mm、ケース径は約 36mm、ルーズ含まず、縦、ラグからラグまで約 42mm、厚さ約 12mm、風防含む、腕回り、現状 19cm 前後です。時計の外観コンディションや精度など詳細は説明欄にリンクを貼っていますので、ぜひご覧ください。また、お気に召しましたらチャンネル登録もよろしくお願いします。時計の委託、アンティユウォッチマンがお送りしました。